7月13日から開催中の戦祭り。武田側は最大兵力プラス30ということで、恒例のやつをやっていくよ。くらえ！ちょうどいい。首をいただいてしまおう。くらえ！貴様、名を名乗れ。開幕は、お相手の完璧な伏兵処理。これが起きると白ゲージは動かなくとも、メンタル的な勢いの不利は発生すると思う。どけ！くらえ！どけ！死ね。我を退けるか。うらよ！死ね。うらよ！くらえ！どけ！どけ！俺の戦い方は俺が決める。突撃！死ね。うらよ！ランってのは生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。流派発動。身の型。死ね。切られる時が来たか。流派発動。身の型。きっちり舞台も着されていく。このお相手様は相当うまいと思う。正直敗色濃厚の空気が漂うけど、最大兵力プラス30の命名は通れば最強。ワンチャンスを作りに行くよ。あくんだけは強いんだな。報復の時。どけ！主に侍、敵を斬る。突撃！来なよ！決めるぞ！下克上は！我を退けるか。くだよ。天気解放。明々たる戦の先には再生が待っておるぞ。うらよ！くらえ！どけ！
け。流派発動。一の方。うらよ。毘沙門天の化身となり、敵を打ち払う。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。くらえ。死ぬ。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。くだらん。死ぬ。うわよ。完全に腕負けしてたけど計略パワーで逆転。天心に単に来られるとまだめくられる可能性があるから攻め続けたい。切られる時が来たか。突撃。くそ、こんな雑魚に。ギリギリ幸運が入りそうだから成功を稼いでいきたい。突撃。遥か先を打ち抜け。突撃。食らえ。というわけで、1試合目、このお相手様は本当に強かった。今回は3試合やるわ。退け。どけ。どけ。当てろ。流派発動。一の方。人の声かけろ。突撃。毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。うらよ。当てろ。流派発動。一の方。うわよ。当てろ。主に三代敵を切る。普段なら効果時間差で守れる場面も今回の戦祭りは上杉謙信の効果時間が1カウントの時点で 10.6 カウントの鎮形。突撃。
撃。前期解放。ランってのは生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。突撃。幸福の時。突撃。当てろ。人は愚かなり。リードは取られたけど、色差1で戦機温存できたのは優勢に進められてるかな。流派発動。三の型。流派発動。二の型。悪運だけが強いんだな。主に三代敵を斬る。毘沙門天の化身となり敵を打ち払う。ウラよ天気解放。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。突撃。与一一世一代の戦いだ。壁よ、黙って矢を運べ。人は愚かなり。飛ばしやがって死んでも知らねえぞ。うらよ突撃。突撃。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。流派発動。見ろ方。うらよ。チェ、切腹者だな。これは俺の望む死ぬ。くそ、こんなバカに。ダナンには少しでも耐えてもらいたい。遥か先を打ち抜け。覚悟のできてない奴が俺の前に出てくるんじゃねえ。存分に戦ってやれ。ちょうどいい。いただいてしまおう。貴様、名を名乗れ。俗称にはならしない。
どけ。死ね。どけ。いくよ。切られる時が来たか。流派発動。一の方。どけ。覚悟せい。ほうだよ。ランってのは生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。流派発動。二の方。戦機開ダコがうじゃうじゃ固まりやがってよ。いくよ。私が天軍どけ。いくよ。人は愚かなり。悪運だけは強いんだな。流派発動。一の方。どけ。どけ。アゲアゲでいっちゃうよ。アルジに侍敵を斬る。その先には再生が待っておるぞ。
お前の国を落としたご視聴ありがとうございました。